コンソメプラスベース石井です。はい、ハッピーオーラフルスロットルコンソメプラスボーカル萌実です。よろしくお願いします。コンソメプラスっていうバンドの、はい、始まり原点って、はい、多分石井さんが最初。あ、そうですね、はい、あの結成のきっかけっていうのは、きっかけは中学生の時に学校で集会みたいなのあるじゃないですか、3年生を送る会みたいな、あれで一個上の先輩たちがあのバンドをやってたんですよ、出し物で。で当時放課後に麻雀をしてたんですけど、そのタッグを囲んでた4人で、ちょあれかっこいいから俺らもやろうぜって言ったのが始まりです。まあ中学でバンドを始めたんですけど、高校に入ってそれぞれメンバーがスポーツ推薦で入ったんで、で僕もあの高校の時レスリングでインターハイに出てるんですけど、超スポーツ校に入ったんですよみんな。それでやめようってなって、じゃあ卒業したらもう一回やろうってなって、卒業したらボーカルがいなかったんですよ。でどうしようどうしようって言ってた時に、一人高校同じやつがいて、そいつがなんか萌実が同じクラスやった時になんかバスで歌っとったっていう話を聞いて、じゃあ誘ってみようと。ほとんど喋ったことなかったんですけど高校の時は、そのもう一人おった違う高校の友達が誘って、じゃあみたいな感じですね。今は本当に3人でどうやってやっていこうかっていうのを共有して話せてるので、それがすごく刺激になってるというか、あの自分たちでしかできないからこそしっかり3人で意見出し合っていろんなことができてるので、しっかり話し合って今はやってます。話し合いの中で、はい、こう意見がどうしても合わない時って、うん、そういうのってあったりします？めちゃくちゃあります。その時って、はい、結構ぶつかっちゃったり、はい、本当喧嘩みたいになっちゃったり、あ、なりますなります。それでも、はい、こうやって続けられてるってなかなかすごいことだと思うんですよ、まあ、結局過程もあるけど、その全部話し合ってライブしたら本当によかったやってって思えるので、ライブがすごい好きで、みんながいてくれるところで歌えるのがすごく好きなので、それでなんかやってこれたなっていうのはすごく思います。人物像は、まあ、イッシーは私が苦手なことをめちゃくちゃやってくれる、口めちゃくちゃ悪いんですけどいろいろやってくれます。はい、ツッチーは、でその私とイッシーが結構意見ぶつかることも多いんですけど、ツッチーはすごく穏やかで客観的な意見を言ってくれて、まあ、3人でいいバランスなのかなと思ってます。自分勝手でわがままっすかね。やっぱ外から見ると俺が一番そう見られるんですけど、裏ではもうずっと気を使って大丈夫大丈夫って言ってる、そういう状況です。はい、あ、これ使わないでください。まあこれから音楽始める人に伝えたいことは、お客さんは3000円とかのチケット代とドリンク代と払って時間を作ってきてくれてるっていうのをしっかり分かった上で、その上で自分たちの好きなことをすればいいのかなって思ってるので、本当にどうやったら楽しんでもらえるか、そして自分もどうやったら楽しめるかっていうのをすごい大事にしてほしいし、私も10年前の自分にそれをしっかりと伝えたいなと思います。その今の気持ちを忘れないでほしいですね。なんかバンド始めたてとか高校生の文化祭でやるぞみたいな時とか、あの時が一番なんか未知やから、ワクワクしていろんなことを考えて、新しいことを考えてなんかしようって思うじゃないですか。特に高校の時なんて、これやったらあいつ絶対受けるってとか、この曲あいつ好きやからやろうぜとか、こう、まあ、それこそ、まあ、ファンじゃないけどお客さんのことも考えてるし、自分たちがどれだけ何をしたいかも考えてるし、それがね、どうしてもバンド続けてると慣れてきて適当になっちゃうんですよ。でそれがもうダメなんで、みんなに言いたいのは、今の気持ちをが持てなくなったら多分バンドつまらなくなるからやめた方がいいし、見せたいことはコンソメプラスはまだそのテンションでやってるんで楽しそうでしょっていうのを見せたいですね。はい、インタビュー見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。この後ね、はい、今みんながね画面で見てた有名人がステージに生で出てきますので楽しみですよね。出てきたら拍手喝采と歓声のほどよろしくお願いします。拍手はしてくれたら嬉しいかも。喝采もいいやん。喝采もお願いします。だから言ったやろ、有名人が出てきますから。やめて、はい。
ちなみにあのね、はい、インタビュー全部台本通りやったので、ね、与えられたのを読んだだけなんでね。そんなことない、はい、ということでコスメプラスのライブ始めますので、はい、今日はどんな感じで楽しめばいいんですか。みんなで歌って声出してフリードムに楽しんでいきましょう。よろしく。それではライブスタート。